こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。こんにちは、ゆっくり魔理沙なのぜ。ということで、2022年4月で無人コンビニ研究所が4周年記念を迎えました。皆様本当にありがとうございます。2018年頃はまだ無人販売自体が珍しくて、読み出てる情報も少なく四苦八苦しましたが、今やフォロワー数も500を超えて、それなりに認知されたのかなと思っています。フォロワー数もそうだけど、本当にいろいろな人と出会えたのも嬉しかったわよね。皆さんウプ主にはもったいないぐらい素敵な人ばかりなので、まあそもそも飽き性のウプ主が4年もずっと飽きずに続けられたことの方がすごいことなのでは。まあこれもそれも皆様の支えあってのことだと思うので、改めて御礼申し上げます。それと忘れちゃいけないもう一つ、気がついたらチャンネル登録者数が100人を超えていました。こちらも本当にありがとうございます。チャンネルが開設されたのが2019年の11月、ゆっくりチャンネルになったのが2020年5月だから、私たちだけでももう2年近くやっているので、私がこの業界に踏み込むことを決めてからもう2年近くになるのね。感慨深いわ。自分から踏み入れたっていうのがなんだっけなので、私は加工して去る女。心臓に毛が生えすぎてる。でも本当にここ1年は他の人との交流から学ぶことは多かったわよね。むしろコロナ禍がなければ会ってない人も多かったと思うので、人生の転機はどこで起きるかわからないよ。そう、転機はどこから来るのか予想できないのです。志村、感じ感じ。と、突然どうしたのぜ。ほら、フォロワーさんからのメッセージが。ハンターもあの手この手を考えてますね。自動コンビニ案件なら、ごにょごにょ。自動コンビニ案件、興味深いですね。鳥田さんと一緒にやりますか。いいですね。まずは603やオフィスグリコのような小規模なところの自動販売をやってみたいです。そのためにアプリ開発とかロボット制作とか準備していく計画です。それだ。声が、でかい。フォロワーさんから誘われている。これこそが、天気。コピースター感。まあでもそういう考えは大事だと思うので、チャンスの神様は前髪しかないっていうからね。とはいえ、ウプ主には工学的スキルはないので、技術的視点と双璧をなす運用技術の話をするのがいいと思うので、なるほど。確かにウプ主には技術的素養はないものね。いや、ディスられすぎなんですけど。とはいえ運用ノウハウ抜きでオフィスコンビニは語れない。ということで今回は、オフィスコンビニの運営基礎講座をやっていくので。さあ、かかってきなさい。何かが違う。それじゃあ4周年記念最初の本編を開始するのぜ。あいよ。その前にちょっとだけ話をしておくのぜ。今回の運用技術はあくまでも初歩段階のノウハウです。大手のようなシステム化された仕組みを使うのではなく、小規模事業者が初めて運営する時のレベルの話をします。とりあえず小規模です。早く始めたいケースでは、大手事業者のシステム化前提の話と求められるものが全然違うからなのぜ。なるほど、よくわからないけどそういうものだということね。ではまず最初に、オフィスコンビニの定義から始めるのぜ。オフィスコンビニとは以上の3つの条件を満たしたものと定義するのぜ。1つ目、利用者が従業員に限定されていること。オフィスや工場など、閉鎖空間における利用に限定されていることです。あくまでも利用者がその施設の業務に従事する人だけが条件となります。遊園地とかだと閉鎖空間ではあるけど、一般利用者がいるから NG ってことだよね。二つ目、雨風の入らない屋内に設置されていること。たとえ従業員しかいないエリアであったとしても、雨風にさらされたところは対象外とします。雨風しのげるのって今のところ自販機だけだものね。三つ目、保健所の許可を原則必要としないこと。賞味期限が長いパッケージ商品が主体で、弁当などの保健所の許可が必要なものは対象としません。もちろんお酒タバコも NG ね。ランチビールも当然 NG なので。ではここからが本題。オフィスコンビニはどう運営されているのかについて追っていこうと思うので、わっしょい。オフィスコンビニはもともと江崎グリコさんが始めたオフィスグリコのビジネス形態のことだったのぜ。その事業の成功に小売業各社が目をつけ、様々な業態のオフィスコンビニを作っていくのぜ。
具体的な構造は小型のショーケースに商品を置いて、貯金箱もしくはセルフレジをショーケースの上に置いて支払ってもらうものです。いわゆるオフィスグリコスタイルってやつよね。それではなぜこの形になったのか、霊夢は答えられるのかなのぜ。安いから。そうなのぜ。後で話す内容にも絡むけど、汎用品が使えて安価、このビジネスを成功させる上では大変大事な要素になるのぜ。あ、はい。オフィスコンビニは取り扱う商品が100円前後です。でも1箇所で売れる商品の SKU 数はよくて50程度となると、販売場所を数多く持つ必要があるため、簡素で安価な設備をばらまく必要があるのです。そうなると高額な機器を使うことは初期投資が重くなり、事業が立ち上がる前に潰れてしまう危険性があるのぜ。確かに、私の親機自販機も売れてなかったら、自販機の負債で今頃破産してたかもね。初期投資をどこまでするかって本当に難しいのよね。実はこれ以外にも良い意味での副作用があるのですが、趣旨から外れてしまうので今回は割愛します。大事なノウハウは目視で語らずスタイル。さて、中期の問題はクリアしたとして、置く商品はどうするのかという問題があるのぜ。売れる商品を置けばいいんじゃないの。グラブジャムより甘い。オープンショーケースにせよクローズショーケースにせよ、購入前に人が触れる以上置ける商品は限られる。形が変形しやすいものや密封が甘い商品などは、衛生的な問題はもちろん買う側も躊躇してしまいます。確かに人の指の形に潰れたパンとか大福とか買う気にならないわよね。それと商品の回転率の高さも大変重要になってくるのぜ。回転率？商品が入荷されてからどのくらいの期間で売れるかを商品の回転率と呼ぶのぜ。商品の回転率が高ければ売り場が空くから次の商品が置ける。つまり回転率が高いと売り上げが高くなる。ところが回転率が低いと売り場を長く占拠するから他のものが売れなくなる。つまり回転率が低いと売り上げが低くなるということです。特に反則も試食もできないオフィスにおける無人販売では、商品自体の回転率が問われるということなのぜ。最初からある程度の知名度があって、オフィスというシーンで必要とされるものといえば、なるほど、お菓子やカップ麺だらけになるのはわかる気がするわ。もちろん場所によっては文房具とかの菓子類以外の商品も売れるかもしれないけど、それは結局補充の問題を内包することになるのぜ。やっぱりそれに行き着くのね。オフィスコンビニといえど、他の店舗と同様に品揃えは重要になりますが、だからといってむやみに増やすと在庫管理ができなくなる。有人店舗ではない無人店舗としての難しさ、マイクロマーケットにおいては切っても切れない問題だと思います。そして配送と陳列はセットの業務なので、後でリカバリできない分しっかりと設計する必要があるのぜ。持って行って並べるだけだから難しくないんじゃないの。バクラバーよりも甘い。自販機のようにコラムがあるわけでもなく、在庫もお金も自分で数えないといけない。それを数多くの売り場でやらなければいけないとなると、冷静に考えて地獄だと思わないかい。冷静に考えなくても地獄ですね、それ。お、神よ、この地獄に光はないのか。だからこそ素人でもできる仕組み作りが重要になるのぜ。例えば価格設定、オフィスグリコさんではもともと100円均一で設定していましたが、これは何も100円の商品を集めたからという理由ではなく、お金を回収するときに単に数を数えるだけで良いようにするためなのです。100円の商品を買うときは通常100円硬貨で支払いをする。そうなれば金額を数える必要はなくなり、何枚あるかを数えればそのまま収入額とイコールにできる。入っている硬貨の枚数数えて紙に書き留めて終わり。これはかなりエポックメイキングなやり方だと思うのぜ。確かに硬貨が複数あると金額計算しなきゃならないけど、これなら枚数だけ気にすればいいからミスも減るわね。コロンブスの卵的手法だわね。自販機なら1台1台自販機が管理してくれますが、人が回収するとどうしても販売場所単位で金額を数える必要があるとなると、持って帰ってきてから数え直すことは不可能なので、この手法は簡単で便利なんですよね。なるほどね。でもそれってお金の話であって、商品管理の話はまた別の難しさがあるんでしょ。お金は均一硬貨で OK でも商品はそうはいかないものね。その通り。だけどこれもまたいくつかノウハウがあるのぜ。ノウハウ？例えば霊夢、この15個入りのガムを見てほしいのぜ。ロッテブリンガムー、これをどう補充するかを考えてほしいのぜ。ちなみに1回の補充でだいたい10個ほど売れるのぜ。なるほど、じゃあこれをバラして10個ほど持っていく。チェストー、必
要な個数だけ持って行ってはいけないのぜ。どうして？どうして？今ある在庫に足りない分だけ補充すると賞味期限が違う商品が混ざって販売されることになります。もちろん期限が短い方を上にするなど現場でできることも多々あるとはいえ、数多くの販売所を限られた時間で回るという制限がある以上は、正確性はもとより作業難易度も上がってしまう結果になります。それならば今売り場にあるものを全て引き上げてそっくり入れ替えて持ち帰ってから分別する方が正確性も高く作業効率も高くなるのぜ。イージーオペレーション。現場でやることを極力排除し、バックエンドでできることは持ち帰って作業させる。人手がかかる作業は効率性を重視することが肝要だと思います。一つ一つの儲けが小さいからこそ大事にしなければならないのはイージーオペレーション。気に入った？ここまで見てきてわかる通り、いわゆるオフィスコンビニについてはほぼオペレーションが決まってしまったと言っても過言ではない状態なのぜ。新規参入の余地はないのか？ぐぬぬと思うよね。よねー？なのぜ。な、何よこの変な空気。確かにオフィスグリコと同じことをやってももはや資本力が違いすぎて話になる気配すらない。だがしかし、オフィスで売れるものは本当にそれだけだろうか？ランチと間食以外のニーズ、それは温かい食べ物への欲求か、はたまた新たなる市場の創造か。次回無人コンビニ研究所、そこに市場はあるのか。無人コンビニへの鼓動。リスクイージーオペレーション。いや、5年手乗りで言ってみただけだって。ということで今日の動画はここまでなのぜ。ノリだけで言ってしまった。今は反省している？反省している気配がない。まあでも既存市場でジャイアントがいるところでは相手のやり方を知らなければ難しいと思うのぜ。敵を知り己を知らば、これ百戦して危うからず。今回ここで紹介したノウハウは小規模事業者向けであり、大手はこれを効率化した仕組みを持っているわけですが、こうしたビジネスの基礎を学ぶことでジャイアントキリングを目指すのか、また違った視点を目指すのか、そうしたビジネス的判断から次の選択肢を探すのも大変大事だと思うのです。オフィスコンビニ市場はもはや大手が席巻してるものね。私なら違うビジネスを目指すわ。お菓子やカップ麺といった定番商品以外のビジネス、そういうビジネスも動き始めているのぜ。そうなの？ということで教えて教えて。チャンネル登録と高評価をお願いするので、Twitter のフォローもよろしくお願いします。勢いでフォローしてくれると嬉しいので、ご視聴ありがとうございました。せめておやつ自販機がいけるか教えて。